青コーナーリー芦田貴久選手の入場です。からディープ109インパクト第6試合フェザー級の一戦が始まります。ただいまに第6試合ディープフェザー級5分3ラウンドを行います。青コーナー第8代ディープフェザー級王者ブレイブ芦田第8代ディープフェザー級チャンピオン芦田貴久。赤コーナー初代並び第6代ディープフェザー級王者、初代ディープバンタム級王者、初代ケージレッジ世界フェザー級王者、今成柔術今成そしてディープフェザー級の歴史はこの男から始まりました。赤コーナー今成正和です。さあ改めまして解説はディープフェザー級の神田光也選手です。いや非常に楽しみな一戦がこれから始まろうとしています。はい、
会場の雰囲気もすごい温まりきって、うん、もう最高潮ですね。そうですね、まあ、この試合を楽しみに駆けつけたファンの方々もたくさんいらっしゃると思います。フェザー級 65.8 キロ契約5分3ラウンド元王者対決ということになりました。初代そして第6代のフェザー級チャンピオンが今成正和、そして第8代フェザー級王者が芦田貴弘です。お互いに黒のコスチュームを身につけています。グローブのピンクのグローブにピンクのテーピングをしているのが今成正和、そして青のテーピングがこちら芦田貴弘です。芦田は今サウスポーで構えています。強烈なインロー、今成が蹴っていきました。そしてこの今成ロールか、お、クロスバーが入ってきましたね。いや、そして中に今芦田が入ってきましたね。さあここからどうなるか。そして下からのやはりオモプラットあります。足が上がってきています。このまま腕を極めよう決めようというところか。なんとか、あーっとこの体勢はどうだ。しっかりと決めに行く今成。少し今成のペースになりかけているこの序盤でしょうか。まだ1分は経っていません。ちょっと危険な状況だったでしょうか。はい、あの関天選手とのライジンの試合でこれであの一本勝ちしているので、相手の腕が変形する形になってしまっているので、はい、これは気をつけた方がいいですが、あのそれも多分承知の上でクロスガードに入っていったと思うので、対策済みだと思います。実に28回の一本勝ちがあるという今成。早速この試合でも相手に飛びかかるようなそんな格好になりました。そしてまたしても足を使って相手の右腕を決めに行く。さあこの状況はどうか。やはりこのペースは今成。この体勢からも打撃を加えていくという今成です。腕が深く入ってしまっているので一回芦田選手は右腕を抜きたいと思うんですけど、深く入ってしまっているのでちょっとまだ抜くのが難しいという状態ですね。今成の右足を持っているのは芦田の方ですが、もう一度このスクラムの状況から今度は上になった今成ですが、今度は足を取りに行く足換銃弾の今成。さあどうだ、今度は素早く足から腕しっかりと狙いを変えていきました。この状況はどうですか。うん、抜けた。今成選手上と取って、そうですね、上取ると今この状態だと今成選手がすごく足換に入りやすい状態なので、はい、今成選手は次何の技を狙おうかっていうのを狙っている状態ですよ。もういろいろ選択肢はあるというところでしょうか。今多分自分の中で頭の中で選んでいる状態です。うん、一方の芦田は少し序盤から相手のペースをつかまれかけているという状況です。そうですね、はい、重くなったからあのエスケープには成功したんですけど、はい、今成選手にスイープ、上下逆転されてしまっているので、ここから今成選手は、まあ、パスしに行ってもいいし、はい、足換行ってもいいっていう状態ですね。あ、パスしに行きましたね。そうですね、枕でサイドポジションです。ここから芦田をどのような攻撃で翻弄してくるのか。ディープ2階級制覇王者、初代第6代のフェザー級、それから初代バンタム級王者もこの今成です。今上になっています。1分30秒を切りました。第1ラウンドの残り時間、今度はただ首は抜けました。そしてマウントのポジションになろうかというところですが、今度はまた腕を捉えて、そして肘の攻撃です。エルボーマウントポジション。いや、芦田はこの劣勢の状況からどう抜け出すかですね。芦田選手はですね、よくブリッジで、相手のこの抑え込みから逃げるんです、はい、これですね。今ブリッジをしてそこからリバーサル、これ得意ですね、多分狙ってたと思います。今度は上になりました芦田、ただ右手は捉えられている。今度は相手との距離を潰しに行ってディフェンスの体勢は今成、クローズドガード。残りは30秒です。第1ラウンドからグラウンドの展開、
やはり今成田自分のペース左のパウンド叩きつけていくのは足田。やや相手のペースに飲まれかけそうになりながらも足田が上からパウンドを加えていきます。残り時間は10秒切りました。最後大きいパウンドを打って印象を取りたいところです、はい、足田選手は下から肘を加えていったのは今成です。ここで第1ラウンド終了のゴングが鳴りました。まずは第1ラウンドの5分が終了しました。いや神田選手どんな印象ですか。そうですね、足田選手がまさかクロスガードに入るとは思いませんでしたね、はい、そうでしたね。そして今成選手の展開になってしまっているので、うん、第2ラウンドはもう少し、組胸と胸を合わせた状態を避けるような展開にはなると思います、はい、こちらが足田貴弘、およそ2年10ヶ月ぶりのこのディープの決死。そして一方の今成はおよそ5年半ぶりのこのディープ期間ということになりました。セコンドにはドミネーター選手ついてます。そうですね、芦田選手に2回勝ってる選手です、ね、うん、何かこうアドバイスで伝えるところも多そうですね。はい、さあ第2ラウンドが始まりました。オーソドックスで構えながら左手は下げている今成、先ほどは早速足に絡みついていくというようなそんな始まり方でした第1ラウンド。いやいったー、しっかりとバックステップでいなしたのは足田いやもうこれはどちらがどちらも付き合わないという感じですね。はい、もうさっきの1ラウンドがあるのでクロスに入らないと思います。足田選手、今成のこのひょうひょうとした動き、足田の方も来ないのかというようなそんなアピールか。いった、そして今度は足を捉えてまたしても先ほどと同じような状況。そして先ほどはオモプラッタの状況になるというここからの展開でしたが、今成がまたしても下からクローズドガード、ガードポジションしっかりと取っています。芦田選手そうですね、もう少し剥がしていかないと、はい、くっついてしまうと今成選手の形にどんどんはまっていってしまうので、あまり自分から抱きつかない方がいいですね。あ、なるほど。今相手の腕の内側に腕を差していきました。ここまでは全く打撃戦にはならずという感じです。グラウンドでのパウンドはありますが、スタンドの状態は、まあ、このこの動き、少し会場からも何か笑いにも似たようなそんな歓声が起こりました。いや、またこの今成はつかみどころがないというファイター。うん、足田が上にはなっていますが、これ全く有利な状況とは言えないですか。そうです、両方の手首今コントロールされてしまっているので、はい、今成選手はすごいグリップ、掴む力がめちゃくちゃ強いらしいので、握力が相当強いと聞きますね。そうなるとこうフィジカルで引き離すことももしかすると可能かもしれないですか。いや、ちょっと一回掴まれちゃうと手首を離すのは難しいというか時間がかかりますね。そうですか。不可能ではないんですけど、はい、ただ強烈な右拳相手に加えていきます。上から足田、そして今成も自分の状況にするにはここからどのような動きがあるか。あ、ボディパウンド効果的ですね、脇腹に対して。そうすることで顔面へのパウンドも、より入りやすくなります、はい。今コツコツとパウンドを加えていくのは上から足田。そうですね、今成選手の脇腹や側頭部に対してコツコツ打っていくような感じがいいと思いますね、はい、効果的です。ただ今成もしっかりと相手の距離を潰して、ただもう一度剥がしている足田。だんだんと足田選手のペースになってきます、ね、はい、
少しずつ少しずつ芦田が自らの打撃で自分のペース持ち込んでいくか。パウンド鉄槌を加えていきます。残りは1分20秒。現在2連敗中となっている芦田、連敗ストップとなるでしょうか。ただ相手はフェザー級王者の先輩でもあります今成正和、足換10段残り時間は1分。少し今成の体も遠くなりましたね。はい、今成選手ちょっと削れてきてますね。はい、そして下からの蹴り上げペダラーだ。そして立ち上がろうかという足だか。そしてこの今成の動きはどうか。もうプラッタかな。あ、腕を左腕、足田の左腕を捉えに行く。残り時間は少なくなってきています。この状況からでもしっかりとコツコツ自分のパンチを加えていきます。このままスイープ狙ってるかもしれないですね。お、今成選手は今は相手の腕を取りながら、あ、自分の足もしっかり組んでという状況。残り時間はあとわずか。そうですね、最後あの印象よく終わりたいので、はいはい、うん、第2ラウンドの展開としてはやや芦田が自分のペースを 取り戻しかけたのではないかと。はい、そうですね、あの1ラウンドは今成選手のペースでしたが、はい、2ラウンド目は芦田選手という、感じになってきてますね。うん、そうなるとやはり第3ラウンドというのはお互いのセコンドの試技というのが気になります。はい、今あのおそらくですけど、はい、第1ラウンド、今成選手、第2ラウンド芦田選手が取っていると思われるので、ここの第3ラウンドが、非常に大事になってきます。そうですね、今日のディープ109インパクト、非常にフィニッシュが多い大会となりましたが、この試合は初めて第3ラウンドに食い込む格好になりました。さあ第3ラウンドの両者の動きはどうか。少し肩を動かしながら息をついたのは今成。そして拳をパチンと叩いた足田。第3ラウンド始まりました。やはりこのラウンドもひょうひょうとした動き。ただ足田からするとこの今成の狙いというのは明白といえば明白でしょうか。はい、あ、またいった。足を捉えに行きましたが素早く足を抜きました足田。はい、ここの反応が一瞬でも遅れると命取りになりますね。はい、油断は一瞬たりともなりません。ただ前に出ているのは足田、そこを狙って今成。もう一度下から引き込む形、再三この形です。ただ先ほどのラウンドというのは今成が引き込みながらも足田がコツコツとパウンド加えてきましたね。そうですね、鉄椎やあとやっぱり脇腹側頭部だとちょっとパンチが見えづらいので、はい、効果的だと思います。あと芦田選手もう少し肘も打っていくと、はい、肘、あのカットなどの要因にもなるので、はい、今成の左の脇腹のあたりはこの足田の打撃で赤くなっています。そして体勢を変えようかという今成か。足が上がってきました。うん、ここから今成の狙いというのは神田さんどうですか。そうですね、あのやっぱりオモプラッタ狙っていると思います。やはり再三この形ですね。はい、左そして右も加えていく強烈な拳パンチ。足田が相手に引き込まれながらも残り3分となりました。そして今成がもう一度相手の、うん、腕を持ったところでしたが距離は潰れました。
そうですね、あの今成選手はどんどん相手をあの引き寄せて抱きついてバランスを奪っている感じですね。はい、芦田選手は必死にこうバランスを崩されないように保ちながら、パウンドをどんどんコツコツ重ねていくっていう戦法ですね。なるほど。となると受け身に回っているのは芦田ということになりますか。いや、あのパウンド打ってるときは芦田選手のターンだと思うんですけど、こういうふうに形に入っちゃうとセットされているときは今成選手のターンですね。さっきから何回かまあ入りかけてるんですが、あの芦田選手が必死にその形を解除してパウンドを打っていくって感じですね。そうですか。今度は左の脇腹にパウンドを加えていきました芦田。この体勢で芦田の右腕は潰されています。この足、今成選手の腕が右腕が深くあの背中の方に回ってしまうと、はい、どんどんモープラッタの形作れるので、今成選手は今形は作りやすい状態かなと思います。あ、そうなると足田にとっては少し危険な状態か。足を抜いた、腕を抜きました。そして、はい、3ラウンドでちょっとお互い汗かいて滑りやすくなっているので、なるほど、はい、あの1ラウンドに比べるとだいぶ逃げやすくはなっていると思います。はい、ラストは1分少々。ここは冷静に出した、コツ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 と、まさに地道にダメージを与えていきます。一方の今成、この展開は自分としてはどうか。そして右、そして右の鉄槌連続で浴びせていく今成は、この体勢は自分的には好ましくないか。下から今度は今成です。まだ距離がなくなりました。さあラスト30秒。そうですね、今みたいに離されちゃうと、はい、今成選手も形が作りづらいですね。こういう風に抱きついてくっつきたいですね。今成選手は、ただ今成が抱きついてはいますが、なかなかこう自分からの攻めというのはプラン通りはなさそうに見えますね。そして体勢が変わって、最後の時間を相手をどのように攻めようというところか。右のパウンド、ここで試合終了のゴングが鳴りました。お互いに仕留め切ることはできませんでした。いや、第3ラウンドの印象というのは神田選手から見ていかがでしたか。そうですね、あの芦田選手の展開が多かったなっていう印象です。あの芦田選手があの攻めている時間が多くて、はい、今成選手の守っている時間が多いという印象でした。やはり第1ラウンドからこの第3ラウンドまでグラウンド自分の展開にしようと仕掛けていったのは今成の方でした。まあ、一方で芦田もまさに地道にコツコツパウンドを加え続けたという展開でしたね。はい、しっかりしのぎ切りましたね。はい、さあ判定です。ジャッジ福田29対28、青芦田。ジャッジ柴田29対28、青芦田。ジャッジ内田29対28、青芦田。よってこの試合3対0をもちまして勝者、青コーナー芦田元フェザー級王者同士の対戦となりました。勝ったのは3者29対28、3対0で芦田貴弘です。まあ、3名ともに全てポイント1ポイント差ということになりましたが、やはりその1ポイントというのは第1ラウンドだったでしょうか。そうですね、はい、第1ラウンド今成選手、はい、2、3が芦田選手という、判定だったと思います。そうですね、まあ、ということは2ラウンド3ラウンドでやはりこの芦田が取り返したということになります。はい、ではなかなか芦田としてもこの試合は、まあ、お世辞にも簡単なものではなかったと思うんですが、はい、ちょっと不気味さがあるので、ストレスはすごいあの多い展開だったと思います。そうですね、まあ、芦田も自らのスタイルがもちろんあって臨む試合だと思うんですけれども、やはり今成、そ
そして今一礼をして無事に連敗ストップとなりました。第8代ディープフェザー級王者の芦田貴弘、今日はディープフェザー級の先輩今成正和に対して3対0の判定勝利となりました。